マイケル・アーサー・ノーマン・ジュニアはアメリカ合衆国の陸上競技選手。専門は短距離走。カリフォルニア州サンディエゴ出身。父親はアメリカ人、母親は日本人。母親のノブエは静岡県浜松市出身で、1989年には全国中学校陸上競技選手権大会女子100メートルで11秒96をマークし、 当時の中学女子日本記録を樹立した経歴を持つ。少年時代のノーマンは陸上競技、バスケットボールを並行していたが、2013年頃に陸上競技一本に専念することとなった。ノーマンはカリフォルニア州クロービスのブキャナンハイスクールに入学すると、2015年のアディダスグランプリにて10秒36で走り、衝撃を与えた。2016年、 クロービスで開催されたアメリカ合衆国ジュニア陸上競技選手権大会の男子200メートルにて20秒15のタイムで優勝を飾る。同年にはオレゴン州ユージーンで開催されたリオデジャネイロオリンピック代表選考会にも出場し男子200メートルで5位に入る検討も見せた。そして2016年世界 U20 陸上競技選手権大会では 男子200メートルと男子400メートルリレーで、それぞれ金メダルを獲得した。南カリフォルニア大学へ進み、同大学のスポーツチームである USC トロージャンズのメンバーとして、さらに競技に打ち込む。2018年、2018年 NCWA、ディビジョン1室内陸上競技選手権大会男子400メートルにおいて、 カーロン・クレメントが保持していた44秒57を抜き去る44秒52の室内世界新記録を受立した。これらの功績を称えられアメリカ合衆国大学陸上競技選手に贈られる最高の賞であるザブローマンを受賞した。2019年、自身の母の祖国にしてもう一つのルーツの国である日本の地に初めて降り立った。同年5月19日に 長い陸上競技場で行われたゴールデングランプリ陸上に出場し、男子200メートルで19秒84の自己ベストタイ記録をマークして優勝した。全米選手権の400メートルで2位に入り、ドーハ世界陸上への切符を手にした。また、シーズン初めに43秒45の高記録をマークしており好調だった。優勝候補費等として臨んだ。 世界陸上だったが、準決勝のレース途中で足に違和感を感じ、自らスピードを緩めまさかの組再開に終わり、メダル獲得どころか決勝にすら進めなかった。2020年、ドーハ世界陸上以来のレースに出場。100メートルで9秒86の自己ベストをマーク。ノーマンのこれまでの100メートルの自己ベストは10秒27で一気に0秒41も更新した。 これにより、ウェード版に生きる国次、ぐ、史上二人目の100メートル9秒台、200メートル19秒台、400メートル43秒台を達成した選手となった。2021年8月5日、2020年、東京オリンピック男子400メートル決勝では44.31で5位だった。同年8月7日の男子1600メートルリレー決勝では2層を受け持ち。 歴代4位の2分55秒70で金メダルを獲得した。同年9月4日、ワンダーダイヤモンドリーグブリュッセル男子100メートルでシーズンベストの9.98をマークして3位に入賞した。ありがとうございます。